本塁打、本塁打投手3勝目に本塁打、本塁打、本塁打。エンゼルス・タイガース、日本時間21日、アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地のタイガース戦で、シーズン自己最多となる23号にランを放った。2番、指名打者で、先発出場し、5回の第3打席で、今季2度目の3試合連発をマーク。驚異の6戦6発とアーチを量産し、両リーグトップに並んだ。米メディアは続々と速報した。2点を追う5回1進塁。2年目右腕、マイズからバックスクリーンへアーチをかけた。同点の23号にランだ。何度も雄たけびを上げ、ダイヤモンドを駆け抜けた。3試合連発は5月16日から18日以来、自身4度目。飛距離414フィート、約 126.2メートル、打球速度 103.5マイル、約 166.6キロだった。米メディアは、大興奮だ。米スポーツ局 ESPN のジェフ・パッサン記者は、大谷は非常識だとツイート。2018年キャンプ中に二刀流、大谷について、メジャーレベルにあらずと一刀両断していたが、同年の開幕後に絶賛。手のひら返し記者は、あまりの打ちっぷりに呆れ返ったようだ。大リーグ公式サイトのエンゼルス版、レッドボリンジャー記者は、信じられない。翔平大谷がまた、ホームランを打ったと速報。米ワシントンポスト紙のチェルシー・ジョーンズ記者は、ただただ信じがたい才能だと絶賛した。ブックメーカー、ベトムムは、翔平大谷を表現する言葉が、文字通りなくなってしまったとツイートした。本塁打、本塁打投手3勝目に本塁打、本塁打、本塁打。全米に衝撃が広がっている。